甲州美術学院図書館の前館長が館長を務める8年間で、巨匠の名画143点を贋作とすり替えた。三光消息が伝えた。香港市明報の22日付報道によると、甲州市中級法院で21日に裁判が開かれた。被告は2002年10月から2010年3月に合鍵で倉庫のドアを開け、自分の描いた贋作と名画をすり替えた。2004年から2011年にオークション会社を通じて125点の名画を競売にかけ、その総額は3000万円以上に上った。残りの18点は警察に押収され、その総価値は約7500万円以上というものだった。前館長は、図書館で唯一芸術に精通しており、誰にも発見されることはないと思っていた。他のスタッフは、数を調べるだけで真偽を見分けられず、発見された時には10年経過していたという。香港で行われた競売会において、甲州美術学院の校友は、甲州美術学院図書館の印が押された作品を発見し、通報。2014年5月に広東省甲州市で逮捕された。